一回の食事でどれだけ幸せになれるかってことが大事なわけ。食を甘くみんなと俺は言いたい。何気ない日常の中で当たり前に食べていくと思うんですよ皆さんね。食べることが当たり前、食べることに一時幸せなんて感じてられない。外食行って徐々に行った時に幸せを感じる、焼肉行って幸せを感じる、これはまあみんなだと思うんですけど、この日常生活の中でほとんどの人が1日3食食べてるわけです。この1日3食全てで幸せを感じれた方がいいんじゃないですかっていう今回提案です。何気ない今までの食事をちょっと一工夫加えることで付加価値がつきます。普段の料理にちょっと一手間加えたことによって、今までだった当たり前の札幌一番味噌ラーメンだったやつにほんの少しこの3つの足すだけで幸せを運ぶ札幌一番味噌ラーメンに生まれ変わるわけですよ。だからただただ美味しい札幌一番味噌ラーメンを作ろうっていう話じゃないですよ。考え方、マインドセットから変えていこうぜってことです。見てました、ほんまにこれすごい大事なことだから。人ってほんまにさ、ちょっとのことでさ感情が変わるやん。だってさ、 A という事象がありました。この A という事象が起きた時に5人いたとして同じことを感じひんもんな。千差万別というか、そう、この A に対して5人が5人ともちょっと違うことを感じるわけやんか、うん、だから食事してめっちゃ幸せって思う人もおれば、食事して何にも思わない人もいると。どっちになりたいですかってことやねん。どっちよ、まあ、幸せ、そう、そのためにはちょっとした意識の変化、ちょっとした一手間、これが鍵を握るわけですよね。いや、もちろん僕もね、自分で料理なんてしてこなかったんですよ。でも今回家にいることが増えて料理に触れ合うっていうんですかね、まあ、やっぱり料理と遊ぶことによって新しい感情が芽生えてきて、こういうことなんだと。今まで俺がしてきた食事もちろん美味しかったと、うん、でもちょっとマンネリ化しちゃってたなっていう、おその当たり前のように何気ない食事をなんか普通にしちゃってたなって、はい、ちょっとのことでいいんですけど、今まで普通にやってきたこと、この日常をちょっとだけこれから一工夫加えるだけで、もしかしたらその日常っていうのは一変するんじゃないか、これ何言うても言えることやっていうのをみんなで一緒に意識高めてやっていこうぜっていう。